慶応義塾大学橋本達也選手。好投手が居並ぶ東京六大学リーグでこの春見事最優秀防御率のタイトルを獲得。マックス152キロのストレートとフォークを武器に勝利のために全てをかける。そんな男の最大の武器とは、まあ、みんなが評価してくれているフォークボールっていうところが僕の強みにはなってくるのかなっていうふうに思います。高校時代の時に公立進学校の野球部で、ピッチャーをやっていくってなった時にやっぱり普通のボールを投げてても勝てないなっていうふうに思って、でやっぱりバッティング練習とかで一番練習できないボールっていうのが落ち球かなっていうふうに思ったんで、でちょうど僕はフォークボールを中学の頃から投げてたんで、まあ、じゃあそこに挑戦というか極めてみようかなっていうところでフォーク投げるようにはなったかなって感じです。高校時代から追求してきた打者が一番練習できない球種、その投げ方について周りの反応は、よく聞かれはします、はい、まあ、少し特殊かなっていう。後輩にも教えたことありますし、多大のそれこそ六大で戦って同じような教えたことあるんですけど、ただあんまり理解してもらえなかった実際に握りを見せてもらった。多分一般的なフォークっていうのはこういうとか、まあこうとかだと思うんですけど、僕は中指使いたいんで、まあしっくりくるところにかけて、あとはここはもうその時の感じで調整して投げたい、こうフォークのイメージと自分の感覚で、まあこっちが回転をかける指で、まあ、これがないとフォークは落ちないんで、僕の場合はここは固定で、あとはまあここで調整する。高校時代はそれに気づいてなくって、ただこう落ちるときはすごい落ちるんで、まあ、いいフォークだとか言われてたんですけど、大学入ってやっぱり安定しなかったんで、ただやっぱまあリーグ戦で戦うにつれて安定させようと思ったときに、大学2年の冬から3年の春ぐらいの時に一回手元撮ってみようと思って、手元の映像を撮ってで見たらそういう風なリリースをしてたんで、あ、なんか人と違うんだなっていう。でその時にソフトバンクの千賀さんとかの動画で同じようなリリースしてたんで、あ、こういうフォークもありなんだなと思って、そっちを極めようと思ってやったって感じです。自分の実際の動きを理解できたことは、甲府町関わらずマウンドに上がることを求められる橋本にとって大きなことだった。こう悪くなった時に戻れるか戻れないかも一番大事なところだと思うんで、まあ、それこそ今年の春の最初は、ストレートも良くなかったので、そこにつられてフォークもあんまり良くなかったんですけど、それを修正してっていうところのきっかけにはなったんで、やっぱり理解できてたっていうところは大きいかなっていう、まあ、それに気づいてからフォークが良くなったっていうところもあるんで、自分がそういうふうにボールを投げてるんだっていうのに気づいて、そこからそれがしやすい握りに変えていってで今のフォークがあるかなって感じ。自他ともに認めるフォークを武器にリーグを代表する存在となった橋本。一番印象に残っているシーンがある。やっぱり初めて胴上げ投手になった時っていうのが一番記憶には残ってます。去年の秋、連覇のかかった試合で抑えを任されたのが当時3年生の橋本だった。
もともと大学1年生の時に、競技塾大学の野球部で果たしたい目標として、まあ、高校ではそういう優勝とかには無縁だったんで、優勝投手になりたい、胴上げ投手になりたいっていうことを目標にして書いてたんで、なんかそれが叶った時にすごい嬉しかったっていう思いでっていう記憶があります。そしてこの秋、先発から抑えまでチームの勝利のために橋本は全てをかけてマウンドに上がる。まずは、しっかり結果を残すこと、勝利のために、結果を残すことが一番だと僕は思ってて、僕にとっての結果やっぱり勝ち、勝利、監督が勝てると思ったところで投げるっていうのが、まあ、僕が一番大事にしているところなんで、リーグ優勝して日本一で、そして早稲田に勝つっていうチーム目標があるんで、まあ、チームは今そこに向かってすごい、ひたむきにやってるんで、そこの力になれるようにまずはひたすら腕を振ることを、テーマに、ラストシーズンですけど頑張りたいなと思います。